のような歴史的建造物を良好な状態で維持し、長く後世に伝えていくために、このような建築を必要としていた時代的な背景状況、小樽の町の繁栄や人々の生活などを多面的かつ実証的に明らかにするとともに、小樽の近代化とその空間に興味のある方々にその成果を広げる場として当研究会を発足されたということにいたしました。名古屋でも大阪でも三井銀行を、設計している。でそれを紹介いたしまして、でそれで、4番目にちょっとね、小樽の歴史的な建物、特に、重要文化財の今日いろいろ話題に出てます。